残業時間の削減など働き方改革が進む中スマホでトイレの空き状況を確認したりサイクリングマシーンで気分転換したりと社員の働きやすさを追求した最新オフィスが渋谷に登場しましたこちらの空間、実は働きやすさを考えた最先端のオフィスなんですマンションの販売などを手掛ける東急不動産は 今日から新本社を渋谷に構えます新しいオフィスのコンセプトは働き方改革を意識した理想のワーキングスペースです仕事の最中にトイレに行きたいけど待つのはそんな時スマホで確認すればトイレの空き状況がわかるんですスマートフォンのアプリを使えば デスクにいながらトイレなどの共用施設の利用状況を確認できるほか車内で誰がどこにいるか探すこともできますこれにより移動や待ち時間に感じるストレスや無駄を軽減し生産性の向上が期待できるということですさらに仕事の効率化を目指して気分転換を促す緑あふれるジムスペースや サイクリングマシンを用意したフィットネスエリアなども新設担当者は多様化する働き方の実現に向け新たなオフィス像を提案していきたいと意気込んでいます。実証実験として試して良かった部分をお客様に提供していきたいというところで考えてございます生産性というところを見える化しながらお客様に提供していくというところが今回の一番のキーポイントと考えてございます